はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日は鎌倉殿の13人第20話の徹底解説を行います。今回はですね、源義経の終演会ということでですね、私自身もいろいろと感想を述べたくなるのが、正直なところではあるんですけれども、そんなことをしていたら時間がなくなりますので、早速徹底解説入っていければと思います。今回全部で盛りだくさん、全部で22点お話しさせていただくんですけれども、これを把握するとより堪能できる、ドラマをより楽しく見れるということをですね、メインとして添えますので、このまままずずっと聞いていただいて、飽きるところまでこのままですね、聞き続けていただければと思います。それでは早速お話入ってまいりましょう。まずですね、今回一つ目、帰ってきた義経は三つの意味という話からさせていただきたいと思います。今回に限らずですね、この鎌倉殿の13人というのは、タイトルの意味がですね、二重三重に持ち合わせていることがですね、多いです。例えば過去だとですね、許されざる嘘というタイトルだったら、様々な人物の許されざる嘘がですね、描かれたりとかですね、そういった形になっていたんですけれども、今回の帰ってきた義経も、ですね、一つの意味ではなくてですね、複数の意味を持ち合わせておりました。で、多くの方は、二つの意味に関してはもちろんですね、今回普通にドラマを堪能していればわかると思うんですけども、私の解釈としてはですね、三つじゃないかなというふうに思います。もしかしたらもっとあるかもしれないんですけれども、一つ目、これはまあ、一番シンプルなものなんですけれども、奥州平泉に帰ってきた義経。まあ、これシンプルなものですよね。そして先に3番いきますけれども、まあ、最後、自害した後にですね、首桶に入れられて頭だけですね、鎌倉へ帰ってきた義経。非常にこの悲しい意味ですけれども、この2つはまあ納得されると思うんですけれども、多分2番の意味というのもですね、持ち合わせているんじゃないかなというふうに私としては思いました。今回ですね、要は鎌倉を自分が攻めるなら火の海にするにはこうやって攻めるぞっていうですね、まあ、戦略立案をしておりましたよね。で、そのやっぱりセンスというか、あれを語っている時の義経っていうのは非常に生き生きしていたんですよね。まあ、実際壇ノ浦の戦いが終わった後に、その戦がない状態に関して、その今後ね、誰と戦えばいいんだって嘆いたりとかしている中においてですね、まあ、実際それを語るところっていうのはすごくこう生き生きしていたと。なので、そういった義経の本来持ち合わせる、まあ、良さというか、彼自身が一番楽しいその心の状況というか、それもこう返ってきていたので、その戦略センス、戦略立案のセンスというのも返ってきた義経という一つの意味なのではないか、ある種その素の義経というか、まあいろいろと頼朝とのわだかまりの中でですね、自分の心を見失って、まあ結果的に悲しい最後にはなりましたけれども、まあ、最後の最後に自分自身というのを取り戻した上でですね、まあ覚悟を決めていったというふうに私としては解釈をいたしました。もちろん他にも多分意味あると思いますので、これも多分そうだと思いますとかあれば、ぜひ皆さんコメントいただければと思います。はい、じゃあ2番目いければと思いますけれども、義経の今回の今お話しした鎌倉襲撃策なんですけども、これ歴史詳しい人からするとですね、おーっていう風になられた方、うなった方多いんじゃないでしょうかね。これですね、新田義貞という方の人間のですね、挙兵の内容を脚色でここに織り交ぜるということがされておりました。どういうことかと言いますとですね、まあ、今回この要は義経が鎌倉はこういう風に攻めるぞっていうのは実際やらなかったわけじゃないですか。実際にやらないのになぜあのシーンを入れたかなんですけども、あれ脚色なんですよね。その言い伝えられていたものではなくて、何かというと、あの方法、詰まるところ、鎌倉っていうのはその7箇所こう切り通しという形で自然の要塞になってるのって入り口があるわけなんですよね。だからそこを塞いじゃって火の海にすれば出ることもできなくて、一気にこう滅亡に、させることができるって話なんですけれども、その鎌倉幕府滅亡へつながった挙兵の策、これ要は1333年なんで、この鎌倉殿では描かれない部分ではあるんですけれども、そこの策が今回出てきたこの義経案なんですよ。なので歴史好きの方はこれかなりニヤッとする脚色だったと思います。まあ、どういうことかというと、まあ、鎌倉幕府の頼朝の時にまあこう出来上がりまして、でその後結局北条家による支配体制ね、結局義時含めてですけれども、が続くわけなんですけれども、ちょっと私普段の動画では年号を使わないんですけど、まあ、本編外なんでちょっと出しちゃいましたけれども、1333年の
5月8日にですね、まあ、当時の後醍醐天皇の領事によってですね、この先ほど言ったこの人間ですね、新田義貞という人間らがですね、挙兵をしまして、北条家が率いる鎌倉幕府を滅亡に追い込むということを行いました。で、先ほど言った7カ所の切り通しから入っていってですね、もちろんすぐに滅亡したわけじゃないんですけども、2週間攻防しまして、結果的にそれによって鎌倉幕府が滅亡すると。なので、その話をあえて、このまだ鎌倉幕府ができる創世記の時点で義経がそれを考えてるんだよ、事前に一つ考えたというふうに見せることで、まあ歴史の遊びですよね。そういったことが過去に、あの未来に起きるから、それを義経が考えたことにしたら面白いんじゃないかって、この三谷さんの起点の効いた脚色っていう形になっていたので、面白いっていう感じだったわけでございます。で、ここに書いた通り、5月8日からこの攻防っていうのが始まって、2週間ほどで鎌倉幕府は滅亡になるんですけれども、このですね、鎌倉幕府が滅亡になった日なんですけれども、昨日の放送、第20話の放送は5月22日なんですけれども、鎌倉幕府が滅亡したのは1333年の5月22日と言われているわけでございます。これもちろん運命的なものでしかないと思いますし、若干狙ったのかもしれないんだけども、100% の狙いとは限りません。なぜかというと、放送日っていうのはもちろん事前に決まってますよ。ある程度は決まっていますけれども、20話普通に考えれば、要は1話がその1月の1週目の日曜日って考えると、そこから20話っていうのは別にこう計算すればわかるわけじゃないですか。なんですけれども、まあ、これ過去の NHK のね、大河ドラマで何度もありましたけれども、例えばじゃあ、台風が、来ましたとか、地震が来ましたとか、で、なんならそのコロナの関係で放送が、撮影が遅れちゃいましたとか、そういうことがあれば、後ろ倒しになったりとか、いくらでもしますので、まあ、それを考えると外的要因での変更っていうのは、常にリスクとして、含んでいるわけなんですよね。なんですけれども、まあ運命的なものは感じますよね。鎌倉幕府狙った日に、別に鎌倉幕府滅亡の話では今回全くないですよ。全くないんですけれども、その滅亡した日のにどう滅亡したか、2週間かけてどう滅亡したかは、今回義経の考えた案であったと。ねえ、面白い脚色するなというふうに思いましたよね。だからこういうこと知っておくと、こうニヤリとしてまた改めてドラマ見ることが、楽しむことができるのではないでしょうか。でですね、今回の鎌倉殿の13人、結構な人数で亡くなってるんですよね。今回義経以外に関しても藤原秀衡とか含めてね、結構な人数亡くなっているわけなんですけれども、今回はやはり非常に、まあ上総広常の時の第15話もそうでしたけれども、かなり感情的になっている、ご意見っていうのが SNS です。私の動画の視聴者さんが非常にリテラシー高い方多いんで、あんまりその辺は節度がある方多いんですけれども、まあ、要はどういうことかっていうと、SNS を見ると、その、なんていうの、もう主人公こんなダークサイドに闇落ちして、もうこんなの見てられるかって怒っていたりとか、また今回も頼朝のせいか、もう頼朝なんでこんな人間が殿にいるんだみたいな感じでですね、こう、義時とか頼朝とかに、こう、文句というか、こう、感情的にお怒りになるという方がいたりとか、まあ逆の言い方をすれば、まあ、義経に対しての同情の意見であるとか、そういったもの、弔いを超えた、もうなんつうの、まるで自分の知人が殺されたかのように、こう、感想を述べられた方が結構いるんですよね。いいなと思っております、自分とした。要はやっぱこの、まあ、頼朝とか義時とか、あと佐藤ですよね。まあ、義経、対義経になってしまってた面々に対して、こう、感情が湧いているっていうのは、まあ、つまりとこ、その登場人物に対して、まあ、義経にこう感情移入をしているっていう、まあ、ことなので、こんないいドラマないなっていうふうに思いますよね。なので、なんか、もうそっからなんか見てられるかみたいな感じのことを言ってる方とかもいらっしゃったんですけれども、やっぱ人生のこの一定の時間、限られたこの人生の中において、まあ、時間を割いてドラマを視聴しているっていうことに関して、ドラマの視聴って強制されるべきものじゃないじゃないですか。その時間を割くは個人の自由なわけなんですけれども、まあ、その中でその登場人物に対してまあ喜怒哀楽の感情を持っていかれるってことは、その限られた時間をドラマに割いて、でドラマを見て自分の感情もこう持っていかれるってことなので、そんな充実した、そんな幸せな時間は私はないと思っているので、それが
仮に今回その怒りの感情であったとしても、その怒りの感情っていうのはドラマの中で咀嚼できなかったとしても、必ずなんか現実とこうつながった時に、ここでこういう理不尽なものを見ているから現実世界においてちょっと心のこう余裕ができたりとか、人に対しての許しの心ができたりとか、反面教師的な意味でとか、そういった形のこととかにもつながってくるので、非常にこの感情的な意見っていうのは見ていていいなというふうに思いました。だから皆さん自身も多分、まあ、あの非常にこうリテラシー高い方多いので、そこまでブチ切れてる方ってのはいないと思うんですけれども、やっぱりこう悲しみを抱えて今回ご視聴になる方多いと思うんですよね。でもやっぱりその悲しみっていうのは一種、そのもちろん他の動物たちもすごい人間論みたいな話になってしまいましたけども、あの悲しみっていう感情あるのかもしれないけれども、人間はそれをこう言語化一つした上でこう悲しみっていうのを感じることができるので、なんかそれをこの映像作品を通して感じることができるってすごく素敵じゃないですかっていうふうにこう思ったので、なんかいいと思いますよ。だからそのモヤモヤはぜひそのまま心に抱えておくぐらいでいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。じゃあその流れの中でちょっと静か御前の話に入っていければと思うんです。ちょっとこうあの物語的なね解説に、少しずつ踏み込んでいきますけれども、まあ静か御前、石橋静香さんが非常にですね美しい舞を、見せてくれましたけれども、今回のこの静か御前が歌っていた歌なんですけれども、これは実際に言い伝えられているもの、まあ、鎌倉で静か御前はこれ歌えましたよというふうに言われている歌の一つが今回披露されました。私あの過去にですね、過去にというか数日前に静か御前の人物誌の動画アップしておりますけど、そこでもご紹介させていただいた歌でございました。まあ、静や静、静の大玉繰り返し、昔を今になすよしもがなというものでございますけれども、静よと繰り返し私の名前を呼んでくださった昔のように、義経のいる時代に昔を今に戻したいという形で、昔をこう今を嘆き悲しむっていうのはもちろんだけど、その昔をこうなんて言えばいいんだろうな、こう思い出して、あの頃は幸せだったなっていうようなことを歌として歌ったわけなんですよね。で当たり前ですけども、まあ、それを頼朝の前で歌ったわけでございますので、まあ、非常にそういったこう頼朝の怒りを実際買うことになりましたけれども、まあ、もうストーリーご覧になられていただいた通り、まあ、一応その場で、静か御前が殺されることはなかったと。まあ、ただ義経の子を宿していたわけなので、結果的にそちらは悲しい、結末を迎えてしまいましたけれども、まあ、一応そのような歌を歌ったという形でございました。でこのシーン非常にうまかったのが、今回のこの鎌倉殿の13人って当然だけど、静か御前全然主人公の主の字もないぐらいの出演時間ではありました。合わせて義経に関しては、今回はみんな義経がって語りますけれども、まだ20話ですよね。20話で退場なので、やっぱ主人公じゃないわけですよ。っていう風になった時に、短い時間だけれども少ししか出ていなくても、感情移入というか心を我々の悲しみをこう助長させるような演出っていうのを取る必要があったと思うんですね。なんでそれを時系列的に今回のドラマの例えば冒頭で描いた上で奥州平泉を描くんじゃなくて、一回義時が奥州平泉に行った上で義経と語る中での回想シーンとして見せることで、義経があの場で衝撃的にその事実を聞かされるがごとく、我々視聴者もそれを語り手から聞くという形なので、非常にこう義経と同時に我々視聴者もその状況を知るので、感情移入しやすく使ったと思いますね。これが別に悪いことじゃないんですけども、それこそもう今回の冒頭で、それこそオープニング映像を流れる前に、今回のこのシーンをやって、で、前時に息子は剥ぎ取られて殺されて、っていうところまで事前に見た上で、奥州平泉に行って、義時がそれを語ったとしても、我々視聴者事前に知ってる状態で義経をこう見る形になるので、ちょっとそれだと、なんて言うんだろうな、感情のポイントが複数に分散しちゃうんですよね。それを義経と一緒に我々視聴者も、伝え聞くということによって、まあ、感情移入しやすくなっていたなというふうに思いましたね。で、石橋静香さんのキャスティングに関してはいろいろなご意見はあるみたいなんですけれども、非常にやっぱり素晴らしいなと、今回もう20話見てもうなんか確信というか非常に思いました。今言った通り、やっぱり義経が主人公ではないですし、あとこの後も話しますけれども、佐藤に対してはちょっとこう悪い印象を視聴者から見た時に、義経に同情するように佐藤をちょっと悪役的な立ち位置で、まあ、印象を持たせても、おりました。そういった状態の中において、でも静か御前っていうのを 100% 同情させる必要性
ていうのも、まあ、ないというか、その、まあ、要は義時頼朝側のね話だからってなった時に、まあ、短い時間の中で、まあ、女としての覚悟、政子が言っていた覚悟、そしてまあ、様々な感情の揺れ動き、それこそ一回下手に踊った後やっぱりちゃんと踊る、しかも義経を思う歌を歌うであるとか、まあ、そういった揺れ動きの所作であるとか表情であるとか、まあ、そういったもの、まあ、それから前に関しても、まあ、メインのシーンではないので限られた回想の中で短く、踊るというところで、まあ、それを体現できる役者をキャスティングしようっていうふうなことは、鎌倉の13人のスタッフの中で議論されたと思います。っていう風になった時に、舞が華麗だからとか、それこそこう、なんていうの、俗に言う一般的な視聴者が思うような、なんていうの、絶世の美女、まあ、スタンダードな絶世の美女感っていうよりも、所作であるとか、石橋静香さん自身は非常にお美しい方ですけれども、それをその、なんていうの、美しさプラス、なんか、もう誰から見ても超可愛いっていう感じじゃなくて、その美しさと、ちょっとこう、なんていうの、気が強くて、っていうのも表情であるとか、まあ、ちょっとあんまこういうこと言うと失礼なかもしれない。このビジュアル的なものから、まあ、それがこう、醸し出されている女優さんっていうのをキャスティングするのが、今回の鎌倉殿の13人においては正解だったと思うんですよね。なんでそれはもう石橋静香さん、もともと結局、踊りとかも、もちろん今回の踊りじゃないですけれども、されていた、ま、方ではあるので、まあ、非常にいいキャスティングだと思いましたね。石橋静香さん自身の多分知名度も、まあ、私なんかだと過去の、まあ、ドラマでこの声温めますかの石橋静香さんとかめちゃめちゃ好きでしたけれども、まあ、すごく例えばですけど、まあ、小栗旬さんとか菅田将暉さんとかに比べたら知名度は少し一般的には下がると思うんですよね。っていうその知名度の差、それこそなんか石原さとみさんと比べられてあれこれ言われてもいてかわいそうだなって非常に思うんですけれども、その辺もなので立ち位置的にもベストだったなって個人的には思いますね。はい、じゃあその流れの中で今、静香御前の話いたしましたので、佐藤御前の方に行きますけれども、佐藤に関しては、非常にこれ、細かくこう、意図を分かっている方からすると、まあ、佐藤もかわいそうだよねって意見になっているんですけれども、やっぱりこう、一回こう見ただけだと、うわ、なんか佐藤、結局、佐藤があれをやらなきゃ頼朝との確執は起きなかったじゃんとか、まあ、そこにこう、帰結しちゃうので、結構佐藤に対しては最終的にはあんまりいい印象を持たないで今回見終えた方、まあまあ一定量いらっしゃると思います。で、この印象操作っていうのはドラマっていうのは私のようにこう、私とか皆さんのように深く堪能する人もいれば、まあ軽く見る人もいるじゃないですか。で、軽く見たら当然やっぱりこの印象操作って起きるんですよ。なんですけれども、佐藤に対して悪い印象を持つっていうのは決してその解釈が弱いとかそんなことは全然なくて、やっぱ比企一族なのでちょっと悪い印象っていうのを持たせようとはしていた、その意図は、存在していると思います。まあ、理由としてはこの鎌倉殿の13人って、まあ、要は北条義時主人公で北条家の物語なわけじゃないですか。ちゃんと言えば、まあ、頼朝の物語じゃないわけですよね。北条家の物語なんですよ。というになった時に、まあ、今ももう北条時政と比企能員が若干そうなっていますけれども、まあ、比企家とこの北条家っていうのはライバル関係にございますので、まあ、北条時政、比企能員の VS 構図、今後激しくなりますし、結果的にこの、北条時政、比企能員の VS 構図で、比企能員は殺されて、比企家は滅亡に、突き進んでいきます。まあ、その成否、賛否は置いておきまして、まあ、一応その切り口のドラマなわけですよ。なので、少なからず、今回のこの佐藤を見たときに、これだから比企家は、みたいな感じで、視聴者に感情を持たれても、なんだドラマ側として今後ミスリードは起きないわけなんです。だからそういうふうに意見を持つのはもちろん、あり。だけれども、多分、私の多分視聴者の半分ぐらいは一歩多分踏み込んでいて、でもあれっていうのは、やっぱ佐藤は性質だし、一人でね、寂しさもありながら、不安もありながら今日に行ったらいきなり静香という人間が現れてっていうふうになると、まあその嫉妬っていうのは、まあ少なからず、起こすし、あれが鎌倉だったらほら、周りのまだ比企家にね、相談できるとかになるけれども、ってなった時に、まあ、ああせざるを得なかったと。で、これは歴史においても、創作のこの現代劇のドラマにおいてもそうですけれども、こう、なんて言うんだろうな、良かれと思って、というか、何か小さな復讐とかのつもりが、それがとんでもないことになってしまうって、結構いろんなやっぱ創作ドラマで描かれていきますので、それが自分としては、あくまでも静香を成敗する場合によっては、静香がとにかく目の前から消えてくれればいいと。黒義経の目の前から消えてくれればいいっていうことを目的としたけれども、結果的には、
ね、頼朝討伐云々でね、あんなことにもなってしまって、結果的にはまあ、この最後のところで自分も命をもうあと少しで、終焉するかもしれないというようなところに来てしまったので、まあなんかうまくいかなかったんだろうなってことで、結構佐藤に対して同情心も私ありますよね。で、最後にあれを言った理由、今回その義経に対して言った理由は、私の解釈だと、あれってもうなんつうの、これでもう我々はおしまいだっていうのが一定量もう万事休すになったタイミングで言ってるので、まあ、懺悔といえば、なんて言えばいいのこう最後のこう、なんていうの、義経を一種救うためにも、要は、頼朝、鎌倉殿のあれは刺客じゃないんだと。私が差し向けたものなんだってことによって、自分がそれに対してね、怒鳴られるかもしれないし、結果的には差し殺されちゃったけれども、とりあえずそれによって、義経、一応は愛している義経という人間の心の中にある、兄への不信っていうのを少しでも最後に払拭してあげたかったっていう、多分不器用で嫉妬もあって、時には離縁してくれって言ったり、こんな畑仕事は望んでないって言ったら文句は言ったりしているけれども、でも愛している義経に対する最後の愛情表現と私は捉えたので、だからやっぱなんか結構かわいそうな人だなと思ったんで、私としてはなんか佐藤もなーじゃなくて、いや、この人もかわいそうだよっていうのがなんか正直な、感想ですかね。はい。じゃ次いきますね。じゃそのいった形で、もう一人こう、視聴者の間でですね、この感情表現はどうなんだって賛否というか、また非常に困惑していたのが、まあ間違いなく頼朝の涙ですよね。まあこのシーンですけれども、いや、私はもう、あれですよ、頭抱えながら見てたんで、こんな悲しいことあるかというような形で、結構私としては悲しみのシーンで見ていたんですけれども、ここも非常にいろんな意見がありましたね。要は、まあ分かりやすくですよ。いや、お前のせいだろっていう意見非常に多かった。非常に多かったし、多分視聴者がそういうふうに思われることとして、これもまた演出側としては全然それで歓迎だと思うんです。だって別に主人公じゃないし、だと思うんですけれども、これもね、私からするとね、いや、なんか、頼朝は頼朝でかわいそうな人だなっていうふうに思う部分ありますよね。まず、涙は本物です。誰もいないところで泣いているので、涙は本物ですし、で、あれ、しかも首桶を床に置かないで台の上に置いて、まあ、ちょっと首より、顔よりは下にはなってるけれども、一応、まあ、対等に普通の人間と話す時のように、こう、前に首桶を置いてる状態なので、まあ、それの礼儀というか、まあ、対応含めて、まあ、涙は本物ですよね。で、それでも義経を撃つしかなかったんだっていうのが多分頼朝の涙のシーンかなというふうに私としては思っています。で、これ壇ノ浦の後のところとかもそうなんですけども、要はその戻ってきたら叱責してやるっていうふうに足立森永とかには言っていたのに、政子の前では九郎がやってくれたって涙流して、まるで二重人格かみたいな、まあ、コメントとかも見受けられましたけれども、やっぱり鎌倉殿としての態度と、まあ、兄としての態度と、まあ、その狭間でこう、苦悩しているんだろうなっていうのは非常にこう、なんて言うんですかね、見受けられ、垣間見えましたよね。で、しかもやっぱり頼朝って人間は、まあ、義経は人を信じすぎるんだけども、まあ、今までの人生の教訓からなかなかこう、人を信用できない、簡単に信用できないっていうのが、まあ、鎌倉殿の頼朝なので、で、しかも頼朝自身に兵がいるわけでもないので、結構頼朝の鎌倉殿としての権力基盤っていうのは結構脆弱というか盤弱じゃないんですよね。なのでその不安定さもあるので、盤弱じゃない、これこそ今の政治の世界においてもそうですけれども、例えば派閥がなくてこう政権運営をしていたりとかした時に、盤弱じゃなければなるほど何かこう特化した何かでその組織というか、それをこう束ねていかなきゃいけないというふうになった時に、この鎌倉殿に関してはそれこそ上総広常を討った時もそうですけれども、まあ、ある程度強硬で毅然とした態度でなければ、まあ、ついてこないというようなことがあります。で、しかもこのドラマにおいては、この義経と結果的にこのような別れになってしまったってことに関しては、全部頼朝が悪いかっていうと、やっぱり後白河法皇のによってこう最後の会話が叶わなかったっていうのもまあありますし、まあそれこそ梶原景時がいろいろと言ったことも、まあ、嘘は言ってないんだけども、によってこう離れたこともあるし、で佐藤の襲撃の一件も絡んでいるので、頼朝が全部悪いわけじゃないんですよね。だからそれも含めてやっぱりなんかこういう状況になってしまったら撃つしかなかったんだっていうようなまあことなので、撃っ
1は打ったけども、まあその目的を達成された後には、うん、まあ涙するよなっていうのが結構私としての考えですかね。だけれども、まあここに書いた通り、まあ 100% 同情すべき人物ではないと思います。まあ、まあそれでこそ源頼朝だと思いますし、そういうこと日本の例えば歴代の総理大臣一つとっても、まあいろいろな方が評価されて評価されてなかったりいたしますけれども、まあ 100% 評価する総理大臣って、まあなかなかいないと思うんですよね。なんで、まあその辺ってこうやっぱり権力の座につく人っていうのは常に賛否がありますので、まあ現時点だから頼朝に同情している人がいてもそれはそれでドラマを楽しめると思いますし、同情してない人がいたらいたで、多分そっちをある程度織り込んで作っておりますので、だってもう上総広常の一見からして理不尽じゃないですか。だから、それはそれでいいのかなというふうに思いますので、涙の真意は同情するけれども、まあ非常な人だよなと、同時に、まあ上に立つ人間は大変だよなと、いろいろと思う頼朝でございました。はい。で次に、義経と梶原景時の関係性なんですけれども、まあ、梶原景時ですね、今回の場面写真ではないですけれども、今回実質義経の遺言状にあたるその鎌倉をこうやって撃つっていう、こうやって襲撃するっていうものが、まあ、頼朝ではなく梶原景時宛てっていうことが、まあ、この2人の関係性というか、義経と梶原景時の関係性であると同時に、義経と頼朝の関係性っていうのもこう、まあ、外的要因含めてですけども示しているなというふうに思いました。まあ、義経からすると、まあ、梶原景時とは何度もぶつかったけれども、まあ、梶原景時の才能っていうのを義経は認めていると。でその上で梶原景時という人間がいろいろとこう理解することもできる、そのほら我々もそうですけども、それこそ言葉であっても手紙であっても相手がそれをちゃんと理解して咀嚼して解釈するっていう理解力がないと読み書きできても意味ないじゃないですか。なのでそれと一緒で、多分この立案書を読めば自分の真意、心からの真意が伝わるっていう、その意図を理解してくれるとも思っている。つまりまあその文武両道両方の側面での梶原景時の才能っていうのを義経が認めているっていうポーズですよね。でそれを頼朝にこう賞を何も出さなかったってことに関しては、実は今回の20話に関して義経は頼朝に対してはもうなんていうの、そんなに兄上にとって私は邪魔なのかみたいな感じのことしか言ってないんですよ。あんまりこう兄上に申し訳なく思っているとかっていうこととかも言っていない状態なので、これ外的要因もあったし、佐渡の一件もね、佐渡の一件が頼朝だと思って結局今日まで義経は生きてきたから、まあなんていうんだろう、なんかそこはこう義経頼朝に対してすごいドライだったねとかじゃなくて、なんか外的要因含めてこういう状況になってしまったのは悲しいなっていうふうに思う部分でございましたよね。だからこの二面性というか、梶原景時との関係性とこの二人の関係性によって義経と頼朝の関係性も裏側で見えてくるという非常に巧みなシーンだったなというふうに思いました。で三浦義村という人間のこの特性っていうのも今回義経から示されたのはすごく面白かったですよね。まあ、私結構ね、三浦義村の話はもういろんな動画で言っておりますので、まあ、お分かりの方も多いと思うんですけれども、今回義経は何と言っていたかというと、孫徳の分かる男というふうに言っていましたね。で今回この義経が孫徳の分かる男と言った通り、実際この三浦義村という人間は最後まで生き残っていきます。で実際鎌倉殿の13人でおそらく最終回付近までというか、まあ、上級の乱と言われるところまでずっと第40何話まで生き残っていくのは主人公の北条義時が北条政子だと大江広元、この辺が大体最後まで中心にいるんですけれども、三浦義村も合わせてこの3人らと共に生き残る形になるんですね。だからそれこそ畠山重忠とか和田義盛とか、それこそ義時のパパの北条時政とかで途中で追放されていく形になりますので、まあ孫徳の分かる男っていうのを義経からもこう評価されているっていうのは、このことを分かっているとにやりというする部分っていうのがありますね。で今後この三浦義村が、まあ、ちょっと鎌倉殿の中で描かれるか、まだシナリオブックが21話以降入手できてないので分からないんですけれども、今後は和田義盛 vs 北条義時っていうもので和田合戦というものがあるんですけれども、そこでこの三浦義村最初和田側についていると思ったら結局義時につくっていうような話とかもあるんですけれども、その辺もまあ寝返りというよりも孫徳でどっちにつくかっていうような演出がされそうだなと思っていて、
っぱりこの三浦義村って人間は面白いですよね。なんかずる賢くもあるけれども、結構現代風な人間味のある人間で、私としてはすごい好きな人物だなというふうに思いました。で、そういった形でいろんな側面で今日義経の今話しておりますけれども、で肝心の義経の心境はどういう心境だったのかなんですけれども、ここは推測ではなくてですね、放送終了後に、菅田将暉さんのインタビューが音声とテキストと両方で出ておりますので、ちょっとその一部を、引用させていただきます。まあ、非常にわかりやすいですよ。このラストシーン、要は義時と話しているあのシーンですね。弁慶が頑張って外で、戦っていたあのシーンですけれども、その時の義経の心境としては、まあ、ごちゃごちゃしてて心の中は、で正気ではないですよ。娘もね、手をかけたわけじゃないですか。子供も手をかけたわけなので、まあ、なんだけれども、合わせて、頼朝とも戦わなくていいってほっとしているっていうようなことを言っておりましたね。これだから菅田将暉さんのインタビュー参照で、で、それってね、やっぱり壇ノ浦の戦い以降に、心の中にここぽっかりと穴が開いていて、まあ、ある種生きてるけど死んでるみたいな、そういう状態だったという、そういう前心情表現をしていたというふうに言っております。なので、まあ奥さんも殺してしまったし、子供も殺してしまったしという中において、もう後がない、死ぬしかないっていう覚悟を決めてるんですけれども、まあこれで自分が死ねば兄上とのいざこざが終わる、まあ強いては、平泉が守れるというようなことでですね、義経はそのような心境であったというふうに、菅田将暉さんがそのように演じられたというふうに、おっしゃっております。なんですけれども、言ってもやっぱり義経は結局不器用だったなっていうふうに思う部分があります。どういうことかというと、今私何て言ったかというと、まあ、ドラマの中で言っていたことですけれども、自分が死ねば兄上との確執は終わり、平泉は守られるという話だったわけなんですけれども、この首で平泉を守ることは史実としてできてないんですよ。これは今回の画策通り、もう最初のところに頼朝と義時が言っていたじゃないですか。要は義経が藤原の康平に撃たれたら、義経を撃ったなっていう理由で鎌倉勢は平泉を攻めると、もうずるいんですけれども、で結果的にそうなっちゃうんですよ。画策通りで義経の死が今後の鎌倉 vs 平泉の戦の口火になってしまいまして、実際に藤原家は攻められて、まあ、終焉滅亡を迎える形となりますので、だから義経は今回その義時がわざわざ自分を感情的にさせたりとか、藤原の国平と藤原の康平との間でこう仲違いみたいな形でさせて、で藤原の康平に義経を打たせるっていうようなことも全部義経は気づいてるんですよね。その義時の策略に全部気づいてるんですよ。なんですけれども、一方で佐都の策略には気づいてなかったですよね。ずっと頼朝の刺客だと思っていたら佐都が全部仕向けていたってことに今回知って、もう感情的になってその場で怒り殺したと、あごめんっていう、もうとっさに殺してしまうっていう非常に狂気的な一面を見せたわけですけれども、っていう感じなので、こう気づく部分、策略に気づく部分とかもあるんだけれども、結局やっぱ不器用だし、この首で平泉を守れないので、いやーなんかね、だからこれも含めて、このなんていうの、能力がないって言ったら失礼ですけれども、こういった部分含めてすごいなんか不器用な、なんて言うんだろうな、まあ、言うならば本当人間味あふれる人だったのかなっていうのはこう思いますよね。はい、という流れの中で、はい、善治いきますけれども、善治今回は非常に、今回はどうなんですかね、いい善治と悪い善治2つですかね。やっぱりその、静御前の、息子が殺されてしまうって方はすごい悲しかったですけれども、まあ、今回は演出的にすごいいい効果があったなと思っていて、要は義時と同行して、で役に立ちますよみたいなこと言われたら、誰殺すのって視聴者からするとなるわけじゃないですか。でしかもこれシナリオブックに書かれてなかったんですよ一切。なのでシナリオである程度の流れが分かってる人間も、ついてくの、じゃ誰殺すのみたいにこうなるので、そのドキドキ感っていうのが前時にはもうもたらされているので、もう究極のスパイスですよね。まあ、それこそ毎回 SNS で盛り上がってますけれども、もう、善治、梶原善で出てくると、もう、視聴者が背筋を正すみたいな。今日は誰が死ぬんだろうみたいな、こう、背筋を正すので、今回も、だから多分、平泉に同行するってなったら、
お、義経行っちゃうのってこう思ったと思うんですけれども、と思ったら、お、藤原の頼平行ったかみたいな形だったので、しかもこのシーンに関してはね、やっぱ主人公の義時がこう、まあ、言いがかりをつけられて殺されそうになったところにささっと出てきて殺すって感じだったので、まあ、用心棒としての機能だったので、ここはまあグッド前置でしたね。はい、まあ、静か御前の方の不意打ちは非常に悲しかったですけども、やっぱ前置が出てくるとこういろいろと衝撃が起きますので、素晴らしいエッセンス、スパイスだなというふうに思いますね。はい。で、次に工藤祐経の再登場に関して、この人物でございますけれども、今回だと、静か御前の前のところでですね、出てまいりました。鼓を打つ方でしたっけね。出てまいりましたけれども、工藤祐経がまた出る演出っていうのは、しれっとやってるのがすごい見事だと思っていて、なぜかというと、このシーンまさにでしたけれども、この二人、曽我兄弟と推定されるんですけれども、この曽我兄弟と推定されるこの兄弟二人に今後ですね、この工藤祐経は、その間事件が起きるんですね。で、工藤祐経は第17話で、鎌倉は怖いところだというふうに言った後に、まあ一回去ってるんですよね、鎌倉を。なんですけれども、まあ今回、今後その曽我兄弟を出しているので、まあ曽我兄弟の敵討ちと言われるものが、まあ、史実上あるんですけれども、まあ、それで殺されるんですよ。なので、フラッともう一回鎌倉怖いところで退場したけれども、なんとなくフラッとまた鎌倉に入ってきて、鎌倉との関係を切るに切れないみたいな、その、なんて言えばいいんだろうな、こう中途半端な状態っていうのを作っておくのが、工藤祐経感が出るので、まあ、人物的にもこのフラッとまたこう、鎌倉に入ってきて、あの場に入ってきてるっていうのは、逆に違和感がないという感じでうまかったですね。だから多分今後も来週以降ずーっと出ずっぱりとかじゃなくて、多分この曽我兄弟との一件が描かれるまで、第何話で描かれるか分かんないですけれども、描かれるまでは時たまフラッと出てきて、去って、フラッと出てきて、去ってっていうのが続いていくと思いますので、まあなんかなんでチラッと出てきたのと思う方は、そういう人間なんだというふうに。要はこのシーンもいきなりまたしれっと出てきたじゃないですか。だからそういう人間として描かれているという感じでございますね。はい。で、最後、ここの項目最後ですけれども、大姫の早死に伏線ですね。大姫今回から、南沙羅さんになりましたけれども、まず史実として、言い伝えとして、まあ、大姫というのは20歳で亡くなります。で、今でいう心の病というふうに、まあ、言われております。まあ、要は、うつ病とかそういった形で、ね、まあ、うつ病かどうかは定かじゃないですけれども、まあ、心療内科にかかるような一つの心の病であるというふうに言われております。で、それはもちろん、源義高の一件が、関係しているように言われておりまして、で、今回の、多分このドラマにおいても、あ、源義高がの一件によってそうなるんだろうなと、早く亡くなってしまうんだろうなっていうのが、今回蝉の抜け殻を見た瞬間、あのように立ち去ってしまうっていうような見せたので、あ、大姫はまだ心の傷が癒えてないんだ。だから史実と同じで、多分その一件によって今後体も弱ってしまって、長く生きることができないんだというような話になってくると思います。で、今回受胎問題、要は、朝廷に嫁がせるという話出てまいりましたけれども、それに関してもですね、大姫こう拒絶したりとか、それこそ体調が悪くてとかうまくいかないんですよね、結果的に。なので、なんかその辺もこう示していたなというふうに思いました。で、今回もこことかまさにそうでしたけれども、時折笑顔は見せているんですけれども、まあ、多分少しでも心を病まれてしまった方はお分かりだと思うんですけども、この心の病っていうのは結構感情の起伏というか、まあ、言うならば調子のいい日と悪い日があるんですよ。だからそれこそうつ病とかだったらすっごく沈んでる日もあるけども、今日は全然元気だからちょっとお笑い番組でも家で見ようかなみたいな感じで見てキラキラ笑える日もあるんですよ。そういう病気なんですよ。そういう病気なので、この感情の起伏があって今回も笑っていたけれども、蝉の抜け殻一個で一気にズーンと落とされるっていうのとかはリアルだと思いました。だからずーっとなんか床にこうね寝ているような状態よりも、非常にうまいというか、ちゃんとその辺の心の病であるとかそういったところも認識した上での演出ストーリーテリングがされているなというふうに思いました。で、あとは、まあ、静か御前の覚悟を今回舞を見ましたよね。見たので、あれも結局愛する人と話されたけども、その覚悟、女の覚悟を見せておりましたので、その愛する人を思う儚さであるとか、一度誓ったらその人をまあ愛し続ける、それは
引き裂かれた愛であっても愛し続けるみたいなものを一種今回王姫は心に決意として持ったんじゃないかなというふうに思います。今後その王姫が何度かこの人のもとに嫁ぎなさいみたいな形で頼朝とか政子に言われたりするシーンが出てくると思うんですけれども、史実上はあるので、まあ、それを拒絶するんですよね、王姫っていうのは。なのでそれは今回のこの静か御前の覚悟っていうのが一種トリガーというか伏線というかきっかけというかそういった形で、機能するんじゃないかなというふうに私としては思っておりますという感じで、もう長々と本日お話しさせていただいておりますけれども、じゃあちょっと次プラスアルファ解説、ここは短いですけども、4つほどですね簡潔にお話しさせていただきたいと思います。まずですね、私この徹底解説という動画の中で毎回ですね音楽の使い方について解説をしているんですけれども、音楽の使い方ってどういうことかというと、サウンドトラック、まあ、すでに発売されていて、まあ、当然1曲ずつにタイトルが付けられているんですけれども、そのサントラの楽曲名をどうこう照らし合わせるだけで、あ、このシーンこのタイトルの曲がかかるんだ、おーっていうようになる感じで、結構ドラマの理解を深める助けとなるんですよ。なんですけれども、ここ数話でずっと同じこと言ってて申し訳ないんですけれども、今ですねサウンドトラックってボリューム1と言われる1枚しか出ていなくて、今後、まあ、毎年大河ドラマってボリューム2、3とか出るんですけれども、まだボリューム2がこの5月22日日曜日現在ですね出て発売されてないんですね。で今回で言うと義経のもろもろのシーン、悲しい音楽のところ、あの曲まだ発売されてないんですよ。なので今回全然解説できないっていうちょっと悲しさがあります。でもなんか義経の別れとか義経のテーマとかっていう曲のタイトルでも全然変な感じはしないので、なんかそういう曲なんだろうなというふうに。そういうことだから前回の第19話の最後雪の中、あのさらばだって去っていくシーンと今回で言うと、まあ、義時と話してるシーンと同じ曲かかっていたので、早く曲のタイトルを知りたいって感じです。ただちょっとこう解説できなくて恐縮なんですけれども、まあ、ボリューム2の多分サウンドトラックが夏には出ると思いますので、出たらちょっと演出解説の動画の方で別途、過去のこのシーンはこの曲のタイトルでしたみたいな動画出せればと思いますので、これちょっとまた別途お楽しみにお待ちいただければと思います。で次に八重と子供たちの描写についてなんですけれども、なんかこれは何なんだって多分思ってる視聴者多いと思うんですよね。何なんだったの、なんていうの、今後どういう意味を持つんだって意味ですね。なんですけれども、先ほど申し上げた通り、今出版されている、まあ、NHK 出版とか東京ニュース通信社から鎌倉殿の13人のガイドブックっていうのが出ていて、その中にはシナリオのあらすじが書いてあるんですね。で今出ている前編って言われる本っていうのはどの出版社のものも今回放送された第20話までしかシナリオが明かされてないんですよ。で後編いつ発売するかっていうと今週の木曜日に発売なんですよ。だからもちろん買ってすぐ読み込んで動画には生かしていきますけれども、とにかく今後何も分かんないんですよ。だから私も分かんないし、どの YouTuber さんも分かんないと思うんですよ今後に関しては。なので予想の話をちょっとさせてください。おそらくなんか来週の予告映像を見るとなんか八重退場かなみたいな感じをこう見せていたので、まあ、それをこうもったいぶるようなドラマではないので多分そうなっちゃうのかなと思うんですけれども、今回のこの子供たちがいっぱいいるっていう状況が何かあだとなんのかなと思っています。まあ、なんか恵まれない子供たちを助ける善意を示しておりますけれども、なんか来週まあ政子らが気にするレベルになっていくみたいな感じのことがあらすじに書いてあって、で今後、まあ、キャスティング発表すでにされているものですけれども、北条義時の正室、正しい奥さん、一番奥さんは雛という人物であると、これ堀田真由さんが演じますけれども、っていうことがすでに発表されているんですよ。これを発表している時点で、え、八重はってなるわけなんですけれども、つまり八重さんがどっかで少なくても生きるか死ぬかはわからないんですけれども、義時の奥さんとしては機能しなくなるってことは明確なんですよ。ってなると来週例えば子供たちの誰かを守るために、命を懸けて結果的に命を落としてしまうとかって可能性、そういう流れになるのは間違いないと思います。一方で、まあ、当時の描写的な感じで離縁みたいなものを描くかっていうと何とも言えないんですけれども、子供たちをこうなんていうの、要は育てたいというか、もうそれをやりたいっていう形で、なんか出家っていうとちょっと違うのかもしれないんだけれども、義時との生活っていうものを捨てるっていうような流れとかもなきにしもあらずですけれども、まあシナリオを見ればもちろん分かんないけれども、なんか分からないからこの辺ドラマ考察みたいな感じで面白いですよね。果たして八重はどうなるのかってちょっと分からないんですけれども、とにかく
性質は雛っていうのは分かっていることなので、まあ、ぼちぼち八重さんが義時の奥さんとしては退場することは間違いないというふうに思います。はい。で、静香御前生存説なんですけれども、はって思われた方いらっしゃるかもしれないですけども、いやこれ私が勝手に言ってるだけです。自信もないので SNS でも言ってないんですけれども、言ってもこの動画2万人ぐらい見るんですけれども、ですね、公式ホームページで個人ってなってないんですよ、マジで。まあ、見てください。公式ホームページで第21話、今度21話の登場人物のところを見て、源氏のところかな、源氏のところを見ると、亡くなった人に個人ってついてるんですよ。だから坂東のページだと上総広常とかに個人ってついてるんですけど、まず今回セリフで美濃で遊女としているところを目撃、似た人を目撃したっていうセリフを義時が言っているんですよね。っていうセリフがあった上で、今回亡くなった義経、佐藤、弁慶、藤原秀衡、藤原頼衡ら、これ全員もう個人って書いてあるんですよ、人物相関図の中で。で、なんなら、もちろん史実的には亡くなってますけれども、まあ、弁慶であるとか、あとあれよ、義経が大陸に逃げた説とかもいろいろありますけれども、死ぬシーンを見せてないので、ここの二人に関しては、実は生きてるんじゃないかみたいな説とかも考えられない、希望的に考えたくなるのもわかるんですけども、でここはもう全員個人って書いてあるんですよ。だから、死に際がわからない弁慶もちゃんと書いてある。義経の首かどうかで定かじゃないって言ってる人もいましたけども、個人って書いてあるんですよ。でも静香御前書いてないんですよ。で、美濃で遊女って書いてあるんですよね。これが果たして何を示すのかってことですよね。頼朝の落命に関わるのがね、どうなんですかね。なんかまだ出そうな気がします。わかんないですけども。ちょっととりあえず、とにかく個人となってないのは事実なので気になりますという話でございました。で、義時の描き方ですね。今回だいぶダークサイド落ちちゃったなってことで、ね、義経のことをあんなことするなんてみたいな形で、だんだん頼朝と同じようにヘイトが溜まっていってる形でございますけれども、ですね、多分、私の考えとしては、まだ行くよっていうふうに思いますね。まだ完全に闇落ちとは思わなくて、まだもう一段階やってくれると思います。やばい方にって意味ですけれども。っていうのは、今回、義経の追悼に対してはもちろん従いましたけれども、その前に静香御前に関しては下手に踊ってくれみたいな形で一旦守ろうとしたじゃないですか。つまりまだ情が残ってるんですよ。で、義経追悼に関しても従いはしたけれども、これ自身の判断で義経を撃つってこと決めなかったじゃないですか。義経を連れてまいりますって本当は生きて連れてこようとしたんでしょ、多分。だから自身の判断って決めてないんですよね。なんですけれども、今後身内を追放することになるんですよ。さっき言っちゃいましたけど、その北条時政と陸、牧の方を追放することになるので、そういった形で身内を追放するレベルのことを自分の裁量で決めていく人物になるわけなので、そっちはやっぱりまだまだこれからなんだろうなというふうに思います。で、今回の静香御前の一件も、義経に奥州に行くなって言った一件も、結構こう今義時っていうのは自分の言うことを聞かないっていう経験を積んでいる状態なんですよね。だからこれが結局多分今後頼朝みたいに人を信じれなくなるとか、念には念を入れてこう強硬な策を取るとか、多分そういった方向に入っていくと思うんで、だからまだ完全闇落ちしてない、もう一段階上がるっていうのはそういった意味でございます。はい、という感じで、いろいろな演出の話させていただきましたけれども、じゃあストーリーの復習をしてまいりましょう。今回に関してはいろいろな画策、利害が一致したりしなかったりって話もありましたので、一回復習聞いておくと今後の理解に役立つんじゃないかなというふうに思います。今回のタイトル、帰ってきた義経というタイトルであったわけでございますけれども、主な主要登場人物は源義経、源頼朝、そして主人公の北条義時、そして奥州藤原家の藤原の国平、藤原の康平、この辺が主要登場人物でございました。で、源義経は奥州に身を寄せておりましたけれども、それが鎌倉にすぐに伝わりました。で、頼朝は義時を派遣して藤原の国平、藤原の康平をうまくそそのかします。でですね、結果的にはこの藤原の康平が義経邸を襲撃するという流れを、画策をうまく作りまして、そして結果的に、源義経は死を選ぶことになってしまうというのが今回の第20話でございました。じゃあそれを具体的にストーリーで追っていくと、まず一番最初は奥州藤原の秀衡のところでございました。
義経が藤原の秀衡に心よく迎え入れられるというようなところから始まりました。ねえ、ようやったとね、お前が平家を滅ぼしたと、あの涙は本当に報われた一つの涙だったと思いますけれども、まあその動向というのはすぐに鎌倉に伝わりまして、で、長男の藤原の国平と次男の藤原の康平の仲が悪いっていうこともですね、報告として上がってきました。じゃあ頼朝どうするかなんですけれども、頼朝は複合的な画策をいたします。義経が奥州にいるというこの事実、状況を利用して、鎌倉の敵を日本全体から一掃する。言葉を言い換えると、藤原家を討って奥州藤原を滅亡させるというようなことを画策いたします。しかもその流れの中で、奥州をうまく力強くまとめていた藤原の秀衡が亡くなります。そして長男藤原の国平と次男藤原の康平は仲が悪く、後を継ぐことになった藤原の康平に取り入り、そして義経を討たせようと計画画策をいたします。でそうすると義経が亡くなることで義経の脅威っていうものがまずなくなります。強すぎると言われた義経がいなくなります。同時に自分の兄弟である義経を藤原家が討ったという大義で奥州を攻め滅ぼすことができるわけでございます。すげえずる賢いですけれどもね。だから表向きはもう九郎は危ないから九郎を殺したい、これがまず一つ目の目的だけれども、九郎は兄弟だから人に殺させてしまえばうちの兄弟を殺しやがったなっていうような形になって、その大義で奥州を攻め滅ぼすことができる。めちゃくちゃにも程がありますけれども、そのめちゃくちゃを今回やったという形でございます。そこにも派遣されたのが北条義時。もう表情が違いましたね。今回はすごいもう迷う表情がなかったですけれども、まず義時による奥州画策パート1でございます。まあ、義時と善治が奥州平泉へ出向く形となりまして、義経をかくまうことは謀反と同罪と説きます。そしたらですね、藤原の国平は喧嘩をして何言ってんだこの野郎みたいな感じでございましたけれども、まあ後継者となる藤原の康平はですね、冷静に話ができ、いや今の九郎殿にそんな意図はないと思いますけど、ということで住まいを案内させます。そしたら義経はですね、畑仕事をしておりました。畑仕事していたんですけれども、義時はその目的にのっとってですね、目的を達成するために義経に会って挑発して感情的にさせておりました。まず義経は平泉に手を出したら許さないというようなことを言うんですけれども、まあ、その言葉によって挑発し合いがあるというふうに義時は思ったことでしょう。義時は静御前が鎌倉に捕まって子供が殺されたこと、そして静が失踪したことを伝えました。非常にこうなんて言うんだろうな、悲しいトーンで喋ってたけども、あれ演技ですかね、あれ義時演技なんで、だんだん恐ろしくなってきてるわけでございます。でその義時の思惑通り、義経は結果的に怒り狂ってね、藁のかかしといえばいいんですかね、あれをこう切るというような、感情をあらわにするシーンというのを見せました。でその後、静御前の回想シーンでそれを描いたわけでございますけれども、静御前は鎌倉へ連れてこられて、最初は静御前じゃないと言ってたけども、結果的には静御前と名乗り、白拍子を披露するも頼朝の怒りを買うこととなってしまいました。これは先ほど話しているので軽くいきますけれども、白拍子は当初源氏を称賛する舞を披露する予定だったんですけれども、それに反していきなり義経を恋した歌を歌ったので、非常にこう怒りを買うことになってしまいました。なんですけれども、政子の説得もあって、一応その場では命を助けられると。しかし結果的に義経の子を産んだら、それが男の子であったので、これはあれですよ、源義高の時と一緒ですよ、生かしておくと危険だからということで、すぐに殺されるということになってしまいました。再び、奥州藤原でございますけれども、義時は次男の藤原の康平に義経の首を鎌倉に送るように迫りました。このシーンも面白かったですね。善治が機能的に使われておりましたけれども、藤原の国平と義経が結託して鎌倉を攻めるというふうに言います。そして康平には鎌倉と対立する目的はないので、義時としてはであれば義経を討って首を鎌倉に届ければ、義経は謀反の疑いとして鎌倉から追われる身なので、それによって藤原家との、藤原と、鎌倉との和議というかね、一つ、印になりますよというようなことを言います。そんなことはないんだけどね、実際はこれも画策だからそんなことはないんだけど、で藤原の康平はまんまとその口車に乗せられて
平泉を守るために義経の家へ攻め込むことを決断いたします。そして最後の時が近づいている義経でございますけれども、義経は義時の画策に、まあ先ほど言った通り気づいておりました。しかし平泉を守るために自らの首を差し出すことにいたします。平泉が滅亡する未来など知らずにという悲しいことでございますけれどもね。はい。で、藤原の泰衡が攻めてくる前に義経と義時最後の対面をいたします。ね、画策には気づいておりました。しかし自らの首を差し出すことにいたしました。ね、最後笑って弁慶を送り出し、弁慶が一人で奮闘しているのを見て隙間から笑顔でいいぞとかあーとか笑って一切悲しいシーンを見せずに笑顔で今回の鎌倉殿の義経はラストシーンとなるという素晴らしい演出だと思います。ドラマ一つとってもね、やっぱり人っていうのは最後の一瞬って記憶に残るものなんですよね。最後の表情って記憶に残るので、あれによって我々は確かに佐藤を殺した時にすごい表情していたし、今までも様々な喜怒哀楽を義経は見せてくれたけれども、あの笑顔を見ることで我々の記憶にやっぱり笑顔が一番最後に焼き付くし、だから悲しい表情で悲しいことをやっていても悲しいだけなんだけども、笑ってんのに悲しいことが起きてるから、これはもうすごくやっぱり我々の心にこう残る演出だったなというふうに思いましたね。そして頼朝最後号泣というのが今回の流れでございました。これで一通り今回の話は以上ですね。クソ長く、またクソって言っちゃった、クソって言うなって視聴者さんに言われたんですけども、めちゃめちゃ長くなってしまったと思うんですけれども、ちょっと最後、来週の話をいたしましょう。来週第21話、仏の眼差しというタイトルとなっておりますが、先ほどお話しした通り、本日は、5月23日ですよね。5月23日現在、まだシナリオブックが発売されておりません。だけれども、今週に発売されますから、来週の動画はちゃんと作れますからね、ご安心ください。5月27日の日曜日に各出版社、同じ日に全部、ボリューム2発売になります。NHK 出版から出るこのガイドブック、これもシナリオブックもちろん載っておりますけれども、これはこういった形で白黒もう完全ダークサイド落ちたんだろうなと思うんですけれども、非常に表情が凛々しい義時でございますけれども、東京ニュース通信社から、発売されるボリューム2もビジュアルが解禁されました。これも5月27日発売でシナリオブックが、発売になりますので、もちろんちゃんと読み込んだ上で動画作らせていただきます。ボン、こっちも表情がやっぱり濃いすごくやっぱり凛々しくなってますね。もう完全にダークサイドというか、まあかつての義時はもういないなというのが示されておりますので、こっから真の第2章が始まると思いますので、まだこの動画を撮ってる本日現在、私第21話どういう話になるか分かりません。まあシナリオを見れば分かると思いますので、シナリオを読み込んだ上でですね、今度の土曜日放送前日にですね、鎌倉殿の13人第21話物語解説という骨格を予習解説する動画、ぜひお届けできればと思いますので、普段はですね、もう火曜日ぐらいから準備始めるんですけど、木曜日に発売だから木曜日まで手元に入手できないので、ちょっと短時間勝負になりますけれども、あんま手を抜かないように頑張って作りますので、そちらの動画も引き続きお楽しみいただければと思います。はい、ということで以上になりますけども、最後にちょっといつもの反省会をして終わりとさせていただきましょう。私としてはですね、この鎌倉殿の13人の動画を中心にですね、様々な動画出させていただいておりますけれども、常にですね、やっぱ視聴者さんのご期待には応えて、極力やっぱその理想は、その想定であるとか期待っていうのを超えていきたいっていうのを常にこう思って、真摯に動画作り、挑ませていただいているつもりですよ。なんですけれども、多分つもりでしかなくて、まだまだ多分努力が足りないというふうに思っています。っていうのは実際結果に現れてしまっていて、やっぱ誤字脱字がこう発生してしまったりとか、本日もあったらぜひご指摘いただければと思うんですけれども、まあ、言い間違いが出てしまったりとか、そういったことがどうしても出てしまうんですよね。まあ、時にはちょっとそういったコメントに参ってしまって、だったらやっぱもう1から100まで台本を作って台本を読んでいくような、なんかこういい意味でなぎな動画、感情のない動画に変えようかなとか思ったんですけれども、まあ応援してくれる方の方が多分圧倒的に多いので、まあこのスタイルを崩さずにいいものを作っていこうというふうに今は思っています。まあ一方で今一番の悩みは、誤字脱字言い間違いっていうのは自分が気をつければ治ることだし、努力すれば治ることなんですけれども、結構言葉遣いに関してもいろいろと正直言われることがあって、悩んでます。へこんでるんじゃないです。全員で、ツッコミをどんどんいただいた方が皆さんのその価値観がわかるんで、全然ありがたいんですけれども、
それこそ信号を使うこと、例えば毛頭っていう言葉じゃなくて1ミリもって私が使うと、結構毎回毛頭って使った方がいいってコメントいただいたりとか、その方の指摘は間違ってないけれども、現代的に使ってしまうような言葉であるとか、それこそ新語流行語で入っているような言葉とかも、別に私トレンドにすげえ敏感なわけじゃないんだけれども、なんかそういったもの、それこそ敬語的な使い方含めて、あとなんとかでございますじゃなくて、私なんとかと思いますってすごく使っちゃうんですけれども、それがすごく言い回しがくどいって言われることとかもあって、そこがすごく今悩んでますね。特になんとかと思いますってもう口癖なので、口癖を直すってなると、あーって感じなので、まあ今この真摯にそれをこう受け止めながら、まあ我流を崩さずに改善する難しさっていうのはすごく痛感してます。ただまあそれだから目を背けずに、かつ我流を崩さないっていうのは絶対的に多分一番必要なことなんで、我流を崩さないでどう改善して、どう完璧なものにして、 100% の満足度のものは、映画ですら傑作の映画のことをダサくっていう人間もいるので、人それぞれ価値観が違うので、私の動画も 100% の満足度を作ることはできないかもしれないなんですけれども、そういった指摘っていうのが減れば減るほど、リピーターとかファンの視聴者さんはより心地よく動画を見ることもできると思うので、まあなんとかしていきたいなと思う。ちょっと引き続き悩みますわ、そこだから。悩むことは悪いことじゃないですよ。悩むことは、悩んで堂々巡りになるのは良くないことだけども、悩んで解決策を導こうと常に考えることは、結果的にすぐに改善案が見つからないとしても多分いいものを作るきっかけにはなると思うんで、引き続きちょっと努力をしていきたいと思っています。まあ一方でね、この徹底解説動画は、いやきついきついですね。やっぱ時間制限あるので、これも今朝の8時台撮ってるんですけども、時間制限があるので、やっぱ半日でスライド作って収録までしてアップしなきゃいけないので、スピード感も求められているのでね。なのでまあなんですけれども、やっぱ全方位でここまでやられたら文句言えないよねっていうのを目指していきたいと思うので、ということで今は頑張っても深夜とか、それこそね、この多分この動画は今8時台収録だから10時11時ぐらいにアップできると思うんですけれどもね、やっぱりなんか誰にも文句言えない動画っていうのを作っていきたいですよ。だその上で好き嫌いは人それぞれなんでね、別にいいんですけれども、とにかくより良いものを作れればと思いますので、辛辣なご指摘だけじゃなくて、応援がやっぱ一番やる気になりますので、ぜひ引き続き応援いただければと思いますし、コメントもですね、YouTube ライブの時にご質問いただいておりましたけども、いちいち私の動画に対するコメントじゃなくていいんですよ。もう今回の作品に関してどこが良かった、悲しかったとかっていうものとか、ぜひそういったコメントとか含めてですね、良い空間を私の YouTube のところに作っていければと思いますので、引き続き皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。